おはようございます。せいかです。今日は休日 Vlog、オフ Vlog 撮ろうかなって思ってるんですけど、リアルに予定1個しかなくって、もしかしたらこの Vlog 内容なさすぎてボツになるかもしれないんだけど、一応回しとこうかなと思って、心配になるぐらい。これ尺大丈夫かな。でも本当にマジで内容なさすぎたらなしになるかもだけど。マミニョン、ね、おはよう。今日は雨でお散歩行けないね。雨？かわいい。雨寝ぼけてた。さっきまで一緒に寝てたんだよね。そう、一緒にさっきまで寝てて、なんか雨とか曇りの日って超眠くなりません？なんかいつでも延々と寝れるんだけど。今は14時半。昨日は名古屋に行ってて、ちょこっと滞在してすぐ帰ってきたんですけど、移動ってね意外と疲れてたりするから、なんかそれもあって今日ずっと寝てたんですけど。というわけで今日は休日 Vlog 撮れたらこの動画アップしますあざとい、かわいい、かわいい、あざといかわいい。あ、いい匂い。このちょっとさ臭くなってきた動物臭の匂いってたまんなくないですか？めっちゃ好きなんだけど、肉球の裏の匂いとか。かわいい。下からのアングル、かわいい。いやー、臭い匂い。洗顔したので。くーちゃん、お疲れ。くー、お家でちょっと付箋の練習してて、やっぱりなんかすごい上手になってて、びっくりしました。今日は2人だけでできたので、日誌見ました。くーちゃん、お疲れ様でした。くーちゃん、くー、くー、お疲れ。お家に帰ってご飯だね。今日みそちゃんを急に誘いました。そしたら来てくれた。ありがとう。イエーイ。これ流行ってるけん。ギャル超可愛い。知らない。 TikTok やりたいだけ。本当に美味しい。肉がまだ来てるからね。カルパッチョだって。ペコリだって。ペコリ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 。うわー、ソースみたいな。ご飯にさそれだけで食べれるし。もう最高、綺麗すぎない？ね、ビューティフル。見て、このバッグ首までついてた。めっちゃシュールなんだけど、怖っ。こら喧嘩しないよ。あー、すっきりした。ご飯めっちゃ美味しかったし、みそちゃんといろいろ話せて超楽しかった。約束するご飯もいいけど、こういう急遽ご飯行こうみたいなのテンション上がるよ。よいしょ、また喧嘩してるの？ちょっとグー取んないでよ。はい、こんな感じで今ね、スキンケア終わりました。今だいたい1時とかそんぐらいなんですけど、また明日からお仕事始まるので、今日はゆっくりお休み堪能できたかなと思います。こんなゆるゆるな Vlog 見てくださってありがとうございます。おやすみー。